洋合市は中華人民共和国の関東省に位置する地球市。関東省西南の沿岸部に位置し、黄門市、雲浮き市、茂名市に接する。洋合市の一部地域に自然放射線量の高い地域が存在することが知られている。建材であるレンガの材料となる粘土に比較的高い濃度の放射性物質が含まれており、周辺地域の一人一年間あたりの 被象者線量は平均6ミリシーベルトに達する。核実験場が置かれた新疆ウイグル自治区を除けば中国国内でも有数の高線量地域であり、古くから研究者による健康調査の対象地域として取り扱われている。古来百越の活動地域であった溶号は旗始皇帝による中国統一事業が達成されると、 峰南地方を勢力下に置き、軍権制を施行、洋号は南海軍の管轄地となった。その後ろ前111年、漢部帝により南越国が滅亡すると、部帝は洋号地区に新たに、合歩県、高漁県を設置した。艦末の220年、孫権により、高漁県を軍に昇格させ、安寧県、高漁県、西平県を管轄した。 南北朝時代、陽号は、甲州に帰属していたが、527年に、公領軍は森元軍、宗安主軍、陽春軍と共に甲州が新たに設置され、峰南地区の交通、軍事の要衝として発展した。606年、隋陽台は安寧県と公領県の一部地域に新たに非、公県を設置し、これが現在の地名の発祥である。その後は公州から、 温州管轄への変更などがあったが、中華民国時代まで非公権の地名が使用されていることとなった。中華人民共和国成立後は1956年9月に、公文市の管轄となったが、1988年2月10日に、陽号、陽春の2県が分離され非公市が誕生し、現在に至っている。西勝区一県級、市、一県を管轄する。 日東区に建設された溶号原子力発電所が2014年より商業運転を開始した。中国の高自然放射線地域における住民の健康調査ターミカ高自然放射線地域要項。ありがとうございます。